ゴーメンガーストは、イギリスの作家マービン・ピークのゴシック・ファンタジー小説である。また、その舞台となる、架空の城の名前でもある。シリーズは、タイタス・グローン、ゴーメンガースト、タイタス・アローンの三部作とされる。中編、闇の中の少年は、タイタスの名に言及してはいないが設定を共有している。このシリーズは、一般的に、ゴーメンガースト三部作と呼ばれるが、 タイタス・アローンには、ゴーメン・ガースト・ジョーは登場しない。実際、ピークが書こうとしたのは、主人公、タイタス・グローンの伝記であって、ゴーメン・ガースト・ジョーの歴史ではなかった。ピークは、タイタスのその後と城との関わりを書き続けようとしていた。シリーズは少なくとも、あと2冊が予定されていたが、ピークの健康上の問題のため、書かれたのは、未完成の数章と覚書だけだった。 話としてまとまっているのは、キトゥス・ウェイクスのわずか3ページで、3部作のオーバー・ルック・プレス版に収録されている。1970年代には、ピークの未亡人メイブ・ギルモアは、ピークの遺向をもとに、彼女の独自のタイタス・アウェイクスを執筆していた。ピークの遺族は2009年この小説を再発見し、2011年に出版がされた。ゴーメン・ガースト上は、 中世の城の側面と、摂政時代のイギリスの大邸宅の側面を合わせ持っている。しかし実際には小規模の都市国家のようなものであり、城とその周辺のごく限られた地域だけで閉ざされた世界を形成している。西翼に重要な建物が集中しているとされるが、世代ごとに増築がされ、四方に不似合いな建物が多数付け加えられている。城内には、 大台所、彫刻保管用の広間、食堂、学校など様々な施設があるが、その他にも隠し部屋や秘密の通路などが無数に存在し、城の住人でさえ全容を把握してはいない。海外では、ゴーメンガースト城は無秩序な広がりを持つ大型建造物の代名詞となり、他のフィクションでも引き合いに出されることがある。ゴーメンガースト城の日常生活においては、 意識が重要な役割を果たす。これはとりわけ伯爵に関して顕著で、伯爵は、ゴーメンガースとの伝統の不透明で難解な競技を、厳守することに日々多くの時間を割くよう定められている。このゴーメンガースとの厳格な法に対するタイタスの恐れと反抗は、シリーズの重要なテーマの一つになっている。ありがとうございます。